マダガスカルウツボカズラネペンテスマッテガスカリーンシスはウツボカズラ属の食中植物の一つ。マダガスカル産で、これはこの属の分布の最西端にあたる。ツル状になる多年生植物で食中植物。茎は地表付近でコブ状に肥大し、ここから多数の茎を出し、ブッシュ状に茂る。高さ40から60センチメートルが普通だが、 時には2メートルにもなり、ソリンの樹木などによじ登る。葉は個星。洋芯は楕円型で、長さ10から30センチメートル、幅3から8センチメートルになる。洋平は、長さ3から5センチメートルあり、表側に深い縦溝があり、その基部は茎を半分近く抱える。補充袋にはやや荷型がある。貝のものは細長い卵型で、2本の重翼は、線状で、 時にその円に細かな突起を持つ。円刃は外側で内側に巻き込んで平らに伸び、幅5から14ミリメートル。蓋は円状乱円形で計3から5センチメートル。蓋の付け根に突起があり、長さ4から6ミリメートル。上位の袋はロート状で下から上に次第に広がる。下方の袋は黄緑色から緑で時に赤みを帯びる。上位の袋は 黄緑色から白っぽい色をしている。袋の内側には多数の密縁がある。塩水果樹は長さ20から40センチメートル。マダガスカル島の南東部にある大草原の低湿地に群落が見られる。この地域は気候としては熱帯タウリン帯に含まれる。蒸気のようにそれぞれの株がブッシュ状に茂るので湿地に集団が点在した状態になる。 本種の分布域はこの属の最西端にあり、マダガスカル島にはもう一種 N マーソエレンシスがある。この2種と、それに、やはり分布域の生端に近いセーシェルの、セーシェルウツボカズラ、それに、スリランカの N ディスティラトリアがそれぞれこの属の系統において規定近くから分子していること、その中でも、この島の2種は、後の2種の次に分岐し、同一のクレードを作ることが報告されている。 食中植物として栽培されることがある。組織培養で繁殖させた株が販売されている。直射日光を与えるとよく、日本で暖かな期間は、サラセニアなどと同じにのザラシでよく生育するとも。ただし陶器は摂取15度程度を求める。以下、種として、近藤、近藤、P119 吉田 P47、近藤、近藤、 P241 吉田 P47 近藤近藤 P241 近藤近藤 P119 ハインバーグエトール田辺 P89 ありがとうございます